こんばんは、霧ヶ丘団地でも面白いエピソードを一つ教えてください。まあ、何度も言ってるんですけど、うちの周りにその生活保護の友達が多すぎたせいで、友達の家に遊びに行くとお父さんがいて、で、まあ、お父さんがいるのが当たり前っていうところに育っちゃったっていう話を。なんか、要は、普通友達の家って遊びに行くと、まあ、お母さんはいたとしてもお父さんいないと思うんですけど、僕の周りは割と家に遊びに行くとお父さんがいるっていうのが結構あったので、なので、それが、まあ、普通に家にお父さんいるんだ、ふーんっていうのが当たり前だと思ってたんですけど、まあ、実は生活保護の人が多かったっていう、そういう。そしてまた。